ハワイトデーはい、どうも、コスモチャンネルどっかいどうぞ。おいしそう。はいです。イヤホンガンガン料理対目隠し料理、どっちが美味しい料理を作れるのか、対決やると思った。まあ僕たち料理ほとんどしないじゃないですか。毎日ママが作った料理を美味しくチュパ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 しゃぶってるだけなんですけど、まあそんな僕らが料理をするとなった時に、目から取り入れる情報と耳から取り入れる情報、どっちが大事なのとちょっと疑問を抱いたわけですよ。確かにね。だから今回は片方の人はイヤホンをガンガンで料理をする、でペアとなった片方の人がその人に口頭で数を決めて指示をする、そんだけで料理が完成するのか、それとももう片方のペアは目隠しをして手で触っただけとか、でこの視覚の情報どっちが大事なのかっていうのをちょっと対決していきたいと思います。で今回料理するのはこの2人。はい、今回まああのまな板の上に小林を乗っけて内臓を出して丸焼きにしたいと思います。生ぞ俺。今回する料理は何なんですか。今回する料理は肉じゃがです。え、肉じゃが。肉じゃがなんですね。肉じゃがなんてものは作ったことがないわけですよ。だいたいわかる。でも肉じゃがどころか卵をまともに割ったこともない。それは嘘、それは嘘。あ、でもあ、で、ちょっと紹介させていただくんですけど、今回あるスタジオをね貸し切らしてもらって、やっているので、ちょっともしよかなんかそのみんなでワイワイしたかったり、でもワイワイしたいけど今ちょっと集まれる場所がないなとかってなった時は、ちょっとぜひよかったらここのスタジオ借りてください。あの概要欄と載せとくんで、いろいろと、はい、愛知県の岩倉市というところにあります。はい、ここでもしよかったら使ってあげてください。じゃあ早速企画の方に入っていきましょう。今からじゃあ小林が本当に何も聞こえてないかっていうのをちょっと検証していくんで、いきます。小林、口臭い。口臭い。じゃあそれでは小林くんの番です。その今 AirPods Pro で音楽バンバン流れてるんで、じゃあまず1個目のやつを。じゃがいも。じゃがいも。じゃがいも。皮をまず剥く。また剥く。皮、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 そうそうそう、皮は何、あのね、剥く。はっきり言え。剥け。皮を剥く。皮を剥く。皮を剥く。どうやって剥くのこれ。怖い怖い。どうやって剥くの。どうやって剥くの。どうやって剥くの。いけ、切り落とせ。じゃがいもの目取らんでいいの。ここ重要じゃない。いいから。いいから。じゃがいもの目どうすればいい。皮剥いて。だから毒あるじゃないの。この手つき怖すぎ。指そぎ落としてくれたな。てか俺今喋っとる。自分の声も怖いから。不器用な言葉。音痴にも程があるだろう。肉じゃが仕組みになっちゃったよ。水にさらす。流す。水に流しました。はい。水気を切る。細かく切る。水気。もうわからん。もういいや、とりあえず切っとこう。怖いよ。わかんないけど、多分細かく切れって言ってますね、彼は。人参。人参。人参。待って、皮むくとか言われない。皮むく。おお。なんで人参で皮が当たるの。え、どうするやろ、怖いって。怖っ。何その剥き方、怖っ。ちょ、マジ怖い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 。ああ。剥きました、剥きました。切る。人参を切る。切る。煮る。切る。煮る。煮る。煮るだ、煮る。切る。もういいや、このままで。どんぐらい入れる。 250cc。 250? 250。分かっても、これどこが250か分からん。結局多い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 。こんぐらい。うん、少ない少ない。こんぐらい？こんぐらい。え、俺積んだよ、これ。電源入れて。人参を切る。切る。当たり前や。人参を切る、当たり前でしょ。薄切りだった気がします。玉ねぎ、玉ねぎ。みりん。玉ねぎ。玉ねぎ、おい。玉ねぎの皮むかえる。皮むくわ。むく。半分、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 半分だ。これみじん切り。玉ねぎみじん切りしとる。みじん切りじゃない。じゃがりこって。じゃがりこじゃない。え、みじん切りしとる。違うって言ってる。肉じゃがってみじん切りしとるっけ。だからお湯、お湯、お湯捨てる、捨てる。入れる、入れる、入れる、入れる。知ってる、だって、あー、思った。カレー作っとるじゃん。あ、水少なくね。こんなカラカラだっけ。炒めとるんか、俺、これを。水は足す。足す、足す。水は足すんだ。足す、足す。じゃあ、最初少ない理由、何？最初のね、少なくした。バカなとこの料理動画。酒。あ、酒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 。大さじ1。大さじ1。大さじどんぐらいだ。こんぐらいかな。もういい。2でしょ。こんぐらいでいいか。
棒ぐらい入ってるでしょ。砂糖、砂糖、卵、砂糖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 、あ、砂糖、砂糖、そうそう、砂糖、大さじ、小さじ、大さじ、大さじだ、大さじ半分、大さじ半分、伝わっても量がわからん。え、肉じゃがって砂糖入れんの？大さじの半分だから、もう、いけ、OK、みりん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 がない。これ、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 みりん。いいよ、開けとけよこれ。醤油、え、醤油、醤油、こんぐらい、こんぐらい。なんだそれ。肉、肉はちょっと、肉、肉、肉、半分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 。死ぬ、死ぬ、死ぬ、死ぬ。切っていいよ、切っていいよ、とりあえず切ろう。切ります。これは入れますか。入れます。次で7分、軽く7分叩く、7分、7分、7分待つんだ。あと蓋する、蓋、終わった。蓋する、終了、蓋する、誰、蓋する、誰、蓋、蓋する、蓋をする、蓋する、これ掴むとでかいさ。ありました、ありました。合ってねえんだよサイズが。めっちゃいい匂いするな。めっちゃいい匂いするな。何分待つんですか。7分3分7分。さっき言ったやん。7分待ちました。おー、うまい。これで完成ですか。アクを取る、アク、アク、アク、ハグ、アク、だから一番で一番この洗う、アク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 なんていいやん、食ってるぞ俺。じゃがいも固っ。じゃがいも砥石に触れたかと思った。アクっぽいの取っとこう。お前うるさいね。まあ、アク取りました。はい、次何ですか。最後に手こぎ、あの醤油、醤油、はっきり言って、次もう一回。醤油、豆腐、醤油、醤油、醤油、一回、醤油切るところかな。何ですか、次。終わりだろ、これ。盛り付けをする。盛り付け、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 絶対違う。うるさい。あ、これインテリア。え、これ使っちゃうの？多分インテリア、使ったらいいか。インテリア、ダメダメ、ダメか。俺ら食べんよ。これはうまいわ。これで食べてよ。絶対食いたくねえんだけど。汁多くね。ラーメン屋や。完成しました。これが僕たちの、じゃがり、あ、肉じゃがでーす。じゃがり怖い。じゃがり怖い。おい、やってきた。俺の時代だ。まずは料理の基本、お手手を洗う。そうだね、さっき誰かやってなかったから。チンコを洗わなくて大丈夫。大丈夫、大丈夫、大丈夫。タオルないから目で洗おうか。はい、オッケー、オッケー。あ、それ、おわー。よし、いいよ。はい、もう次行こう、次。じゃあまず、じゃがいもは食べやすいおさきに、はい、ましょう。皮を、皮は、もういつでもいい。包丁、あ、包丁危ないからね。あ、それは、そこ危ないから。これだ。なわけない、バカなんかこいつ。危ない、あ、危ないよ。怖っ、怖っ、その確認の仕方怖っ。すごいなんか上手に洗っとんだけど。クリトリスより大きいな。 OK。 はい、皮の効果、それやばいね。おいおい、うわっ、こんなやつが脳に当たってると思う。皮も見ますね。あ、気をつけて。待って待って、気をつけてお前。はい、大丈夫です。え、こいつなんかうまくね。見えとる俺よりうまくね。次は人参切ろうか。あー、倒しちゃった。あ、ちょっと待って、これいろいろ分からなくなったぞ。しゃくそ。お、すごい、もう勝手になんかやってますけど、勝手にやってますけど。あー、終わった。じゃあ玉ねぎの皮を切ろうか。こいつ料理慣れてね、ちょっと。ほんと初心者。お、怖いぞ、ここは。お、すごい。君がいいと思うところでやってください。くそ、向き上がった。はい、そこ向き上がったか。で、こいつ料理慣れてね。で、半分だけでいいんですか。半分だけです。いいです。鍋に水入れようか。はい、鍋ちょっと炊い、ちょっと炊い、ごめん。先に肉炒めようかな、やっぱり。肉炒めんの。肉が必死に炒めるこんなん吸ってもおわー、おお。入ってるやつある。入ってるやつある。入ってるやつがあるから気をつけてな、気をつけるよ。ブリョブリョ、あー、見つけた。気をつけてな。え、なんか危ない。全く入ってない。肉はどこにあるんだ。あ、ポッと刺したか。うわー、見つかった。あー、なんとなく炒めるしかない。まあ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 、これさ、うまい。おい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 、3時ぐらいうまいだろ。これどうやって確かめようかな。どうやって確かめるかが問題ですよね。安定策として、まず一面を完全に焼き上げることにした。頭を使うんだよ。俺より上の人間なんていない。あ、俺のこと暗示してるやつボコボコにするからかかってこいよ。保険会で募集します。出産から3ヶ月まで、また、死後4ヶ月。しんどりやん。ちょっと待って、めっちゃ焦げとるぞお前。俺はお前の味方だからさ、嘘をつかないよ。それ裏切るやつって言うやん。はい、 OK です。火止めます。1回、はい、こんな感じです。深いところでありましたね。そこで先ほどするか。じゃがいも、人参、玉ねぎ、豆腐加えよう。
っと今さっきから学んだから玉ねぎを買いました。この切った人参を全部加えれるかっていうね、人参がちょっとしか入らん可能性もあるから。なんか楽しいね、宝探しみたいな。あれだけのチンポカラオケ60点お前ガキか。あれ絶対鍋だと思ったら鍋じゃなかったお前ガキか気づいちゃったか。じゃがいもまだ1個も加えてないはずだ。いやいや、これ3個目だよなんか本当にチョコだこれ。あ、そう全然切れないけど。あ、坂本やん。想像力を働かせています。肉じゃが炒めるんだ。やばいな。今んとこいいじゃないですか。なんかいろいろ材料もちゃんと加わってて。ね、美味しそうだよね。見えないけど。玉ねぎが少ない気がするんだよな、なんか。なんかさっき言ったけど。いい具合までいったんかな。いい具合とわからん。まあ、感覚で。これで結構決まるよ。カイトのこのさじ加減。肉丸焦げですね。これお前の味方だよ。肉が心配だな。肉だけ取り出そうか、一回。無理だろ。マジ今何を探してるの。肉だけちょっと怖いんで。もう本当それやろうとしとったか。すごい高度な技してる。あっち取り除いてる間に野菜が丸焦げになったらどうするんですか。ちょっとボリュームが落ちたか。え、めっちゃ増えてね、ほら。焦げた匂いがする。はい、水と酒を加えましょう。水は 250cc。 1秒間で出る量っていうのを大体測ります。お前そんなことができるの。5秒。1、2、3、4。次に酒を加えようか。酒を加えよう。大さじ1杯。まあ、僕にしてもいいですよ。はい、今対決が終わりました。じゃあ見た目評価、まず味噌の見た目評価、どっちが迷わないけど10点とか0点まあとりあえず食べてみよう。まずとりあえず俺だから食べる。そうだね。いや、なんかちょっと嫌だよな、気分。もう一段階煮込まなきゃいけないんですよ。うまいとは言えんな、肉が。じゃがいもの子口の中のまま。にんにんきつ。にんじんにんじんって感じ。しんす味0点。味マイナス5。この肉じゃがは死んでますか。死んでるな。じゃあちょっと次、俺のやついこう。楽しみだ、自分のやつだ。正直楽しみ。マジで多分楽しみだ。いただきます。まず肉から。まずいわけがない。うまいわ。味覚の伝達早。でも確かにここがうまいね。ここがうまい。人参の味が違う。本当にうまい。人参気になる。おいおいおい、肉じゃが生きとるわ。あ、じゃがいもが全然違うわ。色が違うもんな。じゃあ一斉の出でうまい方でさそう。もういい、ささんで。こっちが俺の、いい、俺が一斉ので。え、絶対やると思ったけど、だからもう用意しとったところで突っ込みよう。はい、ということで案の定ね、俺が勝ちましたね。あいつ指示があのあれがダメだった。あー、負けるやつ大体そういうね、自分に原因がないって思い込む。ぜひよかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは皆さん、また会いましょう。バイビー。